西脇雅人は北海道釧路市出身のアイスホッケー選手である。2008年からは再びアジアリーグアイスホッケーの日本製治クレインズに在籍している。高校時代は釧路緑ヶ丘高校でプレー。その後は瀬田大学へ進学。2004年にはアジアリーグアイスホッケーの日本製治クレインズに入団した。2007年にアジアリーグでクレインズが優勝。また、 2006年と2007年には、全日本アイスホッケー選手権大会で優勝する。ここでの活躍により、エクルのデートン・ボンバーズに移籍するが、わずか1年で生まれ故郷のクシロが、本拠地の日本製紙クイーンズへ戻ることとなった。クレインズへ戻った後は、2009年と2014年のアジアリーグ優勝、2010年と2011年には、全日本選手権大会で優勝した。 日本代表としては、ジュニア世代に2000年アイスホッケー U18、世界選手権グループ B に、2000年アイスホッケー U20 世界選手権プール C 及び U20 世界選手権、ディビジョン2に2001年と2002年に出場している。フル代表においては、世界選手権大会ディビジョン I において2005、2006、2007、2008、2009、2010年、 2014年、2015年、2016年に出場。2014年の世界選手権では10年ぶりのトップディビジョン帰り咲きを狙ったが、わずかにオーストリアより下回り、果たすことができなかった。アジア冬季競技大会では2007年及び2011年に金メダルと銀メダルを獲得。2017年大会では日本はカザフスタン、韓国に次ぐ銅メダルに終わる。 冬季オリンピック予選においても2010年バンクーバー大会、2014年ソチ大会、2018年ピョンチャン大会いずれも中心選手の一人であった。日本代表において、ありがとうございます。